ミッシー西島貴博が本日9月30日に新曲スレーブを配信リリースした。本楽曲は重厚感のあるサウンドに理不尽に立ち向かっていく姿を描いたようなリリックが力強い歌声と共に響き渡るミッシーの新たなダンスナンバーとなっている。また楽曲のリリースとともに本楽曲レコーディング当日のビハインドザシーンズがミッシーの各 SNS にて公開。制作期間に再びズダになったミッシーが声帯にしこりがある状態でライブ環境とは全く異なるレコーディングスタジオでの発声でどう歌唱すればベストなのか友人であるワンオクロックのタカに相談しレコーディングをディレクションしてもらった際の映像となっている。リリース情報、スレーブ2024年9月30日月曜日配信リリース配信リンク https://nishi.lnk.2/ スレーブ関連リンク X 旧 Twitter https://twitter.com/nissystaffinstagram https://www.instagram.com/nissystaff TikTok https://www.tiktok.com/nissystaff YouTube チャンネル https://youtube.com/nischannel2969 C コール HCMSBZG1GJS8CF スレーブ 250N Amazon で詳細を見る。リアルサウンド編集部フォローオンスナズフォローオンスナズフォローオンスン操作ウェブサイト。あなたが知りたい音楽情報をいち早くお届け。シーンの最新トレンドや今気になるアーティストをピックアップし、わかりやすく、そして詳しくお伝えしていきます。毎月更新の特集企画もお楽しみに。最新情報は Twitter、撮り下ろしのインタビュー写真は Instagram、オリジナル動画は YouTube をチェック。リアルサウンド編集部の記事一覧はこちら。Thank you.